もうでっかいハンバーグみたいな。すごい肉厚。タンドリーチキン。これ2万円です。2万3000円ぐらい。特上のヒレ肉。やばいって。これだけ2万3000円。もう正直もう自分のキャパ超えてるわ。でパルも一緒。あ、はーちゃんありがとうね、いつもありがとう。これ2万3000円だよ、さっきの倍。早食いする？これ。いや早食いもいいだわ。食べよう。食べる？パルパルさん、ちょっと断面見せてもらっていいですか？パルパルさん、パルパルさん断面をね。ああ、やろうか。これ合ってんのかな、うん、教えてほしい。合ってる。こっち？いや、利き手がナイフ。うん、かわいいね、パルちゃん。わかんないのか。かわいい。うん、レモンはダメだよ、そうやってやったら。うん、レモンは手でやるのに。うん、そうそうそう、いいね。あー、大盛りライスもできね。はるちゃんがいっぱい食べてると幸せな気分になるよ。布団みたい。布団みたい。やばいよ。あー、ひれだからね。見てほら、うーおー、弾力が。おお。いいよ。あ、いいんじゃない？焼き具合も。あ、いいじゃないですか。ミディアムレア、うまそう。食べてみる。じゃあ、いいですか？行っていただきます、うん。はい、お願いします。あ、かわいい。あ、戻すの？熱い？あ、もう、あ、いったね。うわっ！あ、これね、うん、どう？ステーキって基本、うん、噛み切れないじゃん、うん、これさ、うん、ふわって和菓子みたいに。ああ、そんな柔らかいよ。和菓子みたい、うん、大げさじゃない。前食ってみな。ビビるほどうまいこれ。綿菓子はちょっと大げさだと思う。わたがしだよ。わたがし、うん、おいしい。あ、ちなみに言っとくけど、じゃんけんめちゃくちゃ弱いから。わたがしみたい。そう、ヒレあんま食わないんだよ。いや、びっくりするよ。食べてみな。油が好きだから。なんかタレかけてねえじゃん。いやもう一回素で作ってみる。階段あるんで。こういう人生のものですけど、メイパン。びっくりするの美味しいわ、これ。足りないかもしれない。食ってみな。あれだ。なんか牛すじ。嘘。トロトロの牛すじみたいな。うわ。一口目から違うね。本当だ。もうビーフシチューみたいな。そう、ほろほろ。10時間煮込んだのかっていうぐらいな感触だね。うまい。牛すじわかる、言ってること。ほろほろ。うん。うまいわ。これ多分ヘルシーなんだよ、ヒレって。油が少ないから。ヘルシーなんだ。うん、油が少ないから。おいしい。うまい。
ただ肉が多いから食えるかな、食べれる。でね、俺ら食うとさ無言になっちゃうからね、うん、特に俺らって喋ることないんで。おお、すごい。たまに会えばなんかいいみたいなのあるかな、そういう感じじゃない？虫か。うまい。すごい虫です。これね、うん、普通にステーキって噛み切れないんだよ、うん、ガムみたいなさあるじゃん、うん、この肉は違う。なんで左手になってんだよ。利き手右でしょ。右でやりな。つくよそれ。ダメだよ。ごめん、うん、いいけど女の子と遊んだりするときに言われるよ。手に書いてある、うん、うまい。てかなんで左手なんだよってんだろ。ごめんってわざとだ。ちゃんとやれよ。甘やかされてるから誰にも言われ文句言われないよ。いや、施設は言われるよ。今となって来年も怒られない。まあね、一人だから、ね、甘やかされてるからまた変えてるんだよ。勝負してる、うん、絶対負けないよ、うん、してるじゃん、うん、でほらこれで本当に柔らかい、うん、あのなんか最後飲み込むまでの時間がないスムーズに入ってくるね。こんなステーキ食ったことないですよ、ね、うん、あのね、うん、うまい。全然顎疲れない。うまっ。牛のたたきみたいな。なんて？牛のたたき。カツオのたたき？牛のたたき。牛のたたき？うん。牛って何？牛？牛のたたきだよ。カツオの牛だよ。何言ってんの。行くの早いな。あのね、多分一口でいけるよ。うん。すごい溶けるから。うん。うわ、食うの早っ。もうこれお腹空いてるやん。うわ、負けた。負けたことないのに。一口でかいからさ。うん、おんでかいみたい。うまい。あの、ポテトがうまい。食べる？うん、食べな。食べるよ。大丈夫。案外行かなかった。お腹いっぱい。ああ、そう。美味しい。
彼女たちだからここに来たい、うん、最高、高出しうまいわ。お会計いくらなの？前日に6万ぐらい。人参食べなさい。はい、人参ね、うさぎさんになりな。人参嫌いなの？あ、ぴょん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 。あ、ごめんな、デザートもある。デザートもある。味噌汁うまい。そう。甘かったの。いや飲むよ。あ、赤だしだ。はい。本当食うの早いな。いや今日たまたまお腹空いてた。ありがとうね。男気やろうもん。もうやる？やろうよ。お会計？会計見る前に。いや持ってきてか。見る前に？うん。そっちの方がいいじゃん。やっぱり今までは俺計算で勝てるんだけど、パルパルは天才肌だから、多分測れないからね、何を出すか。じゃんけんって心理作戦なんで、うん、俺適当に出すよ。はい、適当にね。ありがとうございます。適当に出す？いいですよ。いく？最初、いく？お、あ、ちょっと待っていいよ。あ、あ、高木、いくよ。はい。あ、高木、じゃんけん、じゃんけん。はい。俺が、そうなんだよ。勝っちゃった。弱いんだって。うわー、勝った。これ、ね、本当得意企画なんだよ。うわ、支払い俺だ、これ。申し訳ない、ごめんね。いくらこれ？これ勝てないんだよ。負けちゃった、これ。ごめんね、パルちゃん。5万ぐらいいっちゃう。パルリスにアイテムまでもらってもね、全然勝てない。不正じゃない。え？不正じゃないよ。じゃあもうお会計、すみません、お会計でいくらなのかな。56,000。ああ、540円。ごちそうさまです。ごちそうさま。56,000。お出ししてないけどね。56,440円。お出ししてないけどね、まあ、これはまあ勝負事だから。お金ない。じゃあいいよ。だから、うん、36,000なんで2万借りていい？いいよ。いや2万払うよ。いやいいよ、それ勝負の世界だから。2万いいよ。いやだめだ。いいの？じゃあ、うん、借りるじゃん。ほんと？あとはお金返す。俺払いたい、払いたかったけど、負けたもんしょうがないじゃん。勝ちたかったよ、そりゃ。こればっかりしょうがない。俺も先生寝られるよね。あ、すいません。領収書ください。かしこまりました。大丈夫ですよ。はい、かしこまりました。なんで俺責められてるかも分かんないけどね。勝負事で。56,000か。でもそれだけの分、みんな言ってるから1時間でもつけな、もう終わるから。いや、やらないわ。じゃあ俺も終わるね。それは任せるよ。うん、じゃあ、そういうことで、皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。第2回。
今回はまあステーキ食べて、お会計5万6000ということで、まあ、パルパルが勝ったんでパルパルにごちそうになりました。じゃあちょっと僕もね今日多分放送やらないんで、また明日パルパルは多分お昼からやるから、はい、そういうことで、せーの、パルパル、サラバガニ、バイバイ、じゃあね。